スト・ケルバー、エルネスト・カール・フランツ・ヨーゼフト・トマス・フリードリ・ヒフォン・ケル、バーは、オーストリアの官僚、政治家。2度にわたり、首相を務め、特に最初の在任期には、オーストリア・ハンガリー最後の政治的安定期を、実現した。1850年、当時は、オーストリア帝国領であったトレントに生まれる。ウィーン大学で国家学を学び、1874年に、 商務省に入省。1897年に商務省。1899年に内省を歴任した後、1900年1月19日に首相に任命された。当時のオーストリア政治は、バデーに言語令に橋を発する議会政治の混乱から回復しておらず、ドイツ系とチェコ系の対立を収め機能停止に陥った帝国議会を正常化することが求められていた。 ケルバーは首相としてドイツ系議員とチェコ系議員の協議を仲介し、双方が納得できる米面の言語案をまとめようとした。それと同時に普通選挙制導入による議会政治の大衆化という状況を踏まえ公共事業を積極的に推進し経済を発展させ大衆の生活を安定させることで民族間の構想を緩和することを目指した。そして彼の在任中に 運河網や、ボヘミアトリエステ鉄道、ルブフハンガリー鉄道の建設が始まり、さらに同時期の金融資本の形成もあって、帝国域内では地域ごとの格差が解消に、向かい経済的平準化の傾向が進んだ。また彼の任期中には、アゲノルゴーホフスキ外相によって、ロシア帝国との協調関係が維持されたため、対外関係についてももおおむね安定しており、 そのため彼の人気を中心とするオーストリア政治の相対的安定期はケルバーの平和と称されている。そして彼は1904年12月31日に首相を辞任した。第一次世界大戦中の1916年10月16日、カール・フォン・シュテュルク首相が反戦派のフリードリヒ・アドラーによって射殺される事件が起こると、ケルバーは 同年10月29日から12月20日までの5区、短期間、首相を務めた。そして敗戦により二重帝国が解体し、オーストリア共和国が成立した後、ケルバーは1919 19年3月ウィーン近郊のバーデンで死去した。ありがとうございます。